東京都練馬区の遊園地跡地に建設中の人気映画、ハリー・ポッターのテーマパークは24日、施設の一つ、大広間を報道陣に初公開した。6月16日の開業に先立ち地元の小学生を招待し、多くの場面の舞台となった魔法学校、ホグワーツ城、の大。広間を再現した空間を一足先に体験してもらった。テーマパークは、米映画大手傘下のワーナーブラザーススタジオジャパン、東京、が開業を予定する、ワーナーブラザーススタジオツアー東京、メイキングオブハリーポッター。24日は児童約30人が大広間を見学。動物をかたどった食材や石畳の床、等身大の登場人物の像などを熱心に見入った。ハリーポッターのテーマパークとしては、イギリス・ロンドンに続き2カ所目となる。